今すぐにデュエルリンクスにログインするんだ。みんなシューティングスタードラゴンもらえぞ。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今日はですね、コナミさんに本当にね、ありがとうと言いたい。本当にありがとう、大好きコナミ。僕の手のひらってドリルでできてるんですよ。ドリルで構築されてますんで、手のひらぐるんぐる回るんですけど、シューティングスタードラゴンとジェムとスキルチケットとシューティングスターがなんともらえるキャンペーンが今やってまして、でこれね、シューティングスタードラゴンがもらえるっていう、まあそもそもね、まあこれは嬉しいんだけど、このシューティングスターロードがマジでやばいの、このスキル。今日はね、このスキルを使っていきたいと思ってます。でちなみになんですけども、しれっとですね、エクストラ、まあ、特設か、特設にセレクションボックスがまず追加されてるよっていうことで、まあ、月の書持ってない方はね、向けるよっていうのと、あと、ね、ストラクチャー、新しく追加されましたね、これ、スターダストネクサスっていう、この EX ストラクが追加されまして、まあ、結構高いけど、割と値段は。20th アニバーサリーデュエリストボックスに入っていた、神経のスターダストラゴンがもらえたり、あとね、あとで説明するけど、このね、劇的に強すぎるジャンクコンバーターっていうモンスターもゲットできるんで、まあ、これはね、ぜひね、優勢デッキが好きな方は向いていただきたいというふうに思ってます。でですね、新しいデッキなんだけど、これ本当にぶっ壊れてて、スキルが。やばいんですよ。シューティングスターロードっていう、このスキルですよ。これ。これね、ジャンクコンバーターが墓地に置かれた状態でデュエルが開始されるっていう、なんか一時期の芽吹くみたいな、スキルなんですよ。で、自分のフィールド上にスターダストドラゴンが存在する場合に、デッキ外から、フォーミュラーシンクロを出せると。つまり、スターダストさえ出せれば、10アクセルシンクロができるんですよ。シンクロモンスターとシンクロモンスターのチューナーなんで。で、このスキルでモンスターを出した場合は、次の相手ターン終了時まで自分はドラゴン族、活属性モンスター、活属性シンクロモンスターしかエクストラデッキは特殊召喚できないので縛りがつきます。なので、まあ、基本的に出すのはね、このシューティングスタードラゴン、風なんでね。なんで、新鮮交流スターダストとかは、あれなんですよ。光なんで、ちょっとね、出しづらい。だから、シューティングスターを基本的には出していく感じになるかなっていう感じですね。で、このスキル縛りがあって使うときに、ジャンクモンスターかシンクロンチューナーが8枚以上メインデッキに存在していて、で、さらに、ジャンク、シンクロン、スターダストモンスターが4枚以上、存在するエクストラデッキを設定しないといけないと。つまりですね、結構縛ってあります。まあ、こんぐらいの縛りはね、当然かっていうね、こんぐらい最初から縛ってもらえばいいかなっていう感じなんだけど、その縛りを満たしているのがこのデッキです。エクストラは、ジャンクアーチャー、ジャンクウォリアー、スターダスト、ドラゴンとジャンクデストロイヤーで、条件満たしていて、で、メインデッキはクイックシンクロン、ジャンクシンクロン、ジャンクコンバーターのこの9枚で、条件満たしてるっていう感じのデッキになってます。でですね、このスキル何が強いかっていうと、とにかくですね、このモンスターが強いんですよ。ジャンクコンバーターが。これ、墓地にこれ置かれてる状態でデュエル開始できるっていうことで、これ戦士族なんですね。だから、戦士の生還で回収できるんですよ。だから、実質、ジャンクコンバーター6枚積みみたいな感じなんですね、この時。で、ジャンクコンバーター肝心のこのモンスターの、まあ、効果がどういう効果かっていうと、手札からこのカードとチューナーを捨てると、デッキからシンクロンを手札に加えると。だから、クイックシンクロンとか、ジャンクシンクロンとかを持ってこれるっていう、そういうスキルなんですね。あ、スキルじゃ効果なんですね。で、このモンスターがシンクロ素材として墓地へ送られると、墓地のチューナーを蘇生できる。つまりですね、これ、一回シンクロしたらもう一回チューナー出てこれるんですよ。ってことはですよ、ジャンクシンクロン1枚からスターダストつながるんですよ。ジャンクシンクロン召喚して、で、墓地のジャンクコンバーターを蘇生します。で、ジャンクコンバーターとジャンクウォリアー、まして、ジャンクシンクロンでジャンクウォリアーかなんか出して、まあ、ゴシンクロンとかなんでもいいけど、なんか出して、で、ジャンクコンバーターの効果で墓地からジャンクシンクロンが蘇生できますから、この効果でね。なので、5と3がまた並ぶので、スターダストになれると。で、スキルを使うと、デッキ外からフォーミュラーシンクロンが出せるんですよ。ってことはですよ、これ、実質、ジャンクシンクロン1枚が、シューティングスタードラゴンになるってことなんですよ。やばいでしょ。これ聞いただけで1枚がシューティングスターになるんですよ。どんだけ強い、どんだけ強いの。ということで、今日はですね、そのギミックをフル活用していきたい。なので、ジャンクシンクロン9枚体制となっておりまして、実質、ジャンクシンクロンと、ジャンクコンバーターと戦士の生還っていう9枚でジャンクシンクロンを確保し、1枚初動で動いていくと。で、シューティングスターの効果がね、チューナーをめくってデッキトップめくって、で、めくれたチューナーの数だけ攻撃権を増やすっていう、まあ、効果なんですけど、まあ、ちなみに0枚
しかめくれなかったらあの攻撃できないっていう最低なんですけど、これ注意してほしいんですけど、なので、チューナーをそこそこ入れないといけないんですよね、デッキに。だから一応今回のデッキはね、全部で10枚入ってまして、デッキの中に、まあ、10枚ありゃ、まあ、2枚くらいは最低でもめくれるだろうなって、上振れたら3枚かめくれてるなみたいな感じですね。でこれが強い、あのジャンクコンバーターのね効果って、手札からチューナー捨てて特殊召喚、あ間違えた、ジャンクシンクロンとか持ってこれるっていう効果じゃないですか。だからチューニングガムとかを捨てることで何が起きるかっていうと、これチューニングガムはね墓地に存在してる場合、自分のフィールドのシンクロモンスターを対象とする魔法トラップモンスターの効果を無効にできるんですよ。だからね、こいつが防御だみたいな感じですね、実質こいつで捨てることによって。で戦士の生還でこいつ持ってこれますから、墓地から。なので結構決まりますこれは。で文字前で手札から捨てられて強いカードのチューナーがキャッシーですね。キャッシーで、これ高校用なんでね、あの先行あんまり強くないんで、まあ、あの1枚しか入ってないんだけども、キャッシーで、相手のモンスターを割るっていうこともできます、はい。であとは、クイックシンクロン入ってるんでボルタロー入れといて、でクイックシンクロンとボルタローを使って召喚剣を使わずに、ジャンクアーチャーを出して相手のモンスターを除去していくみたいな動きもしていくという感じですね。で挨拶はマジでバックに弱いから、このデッキまあ入れといた方がいいかなっていう、そういう感じです。早速ですね、このぶっ壊れデッキをねぶん回していきましょう。見ていただければ動かし方もわかる、とても簡単。そしてこのデッキのいいところもう一個言っておこう、召喚ムービーがなんとね3回流れるぜ。1デュエルにな、デュエルスタンバイ。いや本当にあまりにも神ゲーが起きております。今デュエルリンクス一番熱いと言っても過言ではありません、ね、あまりにも強い。このスキルぶっ壊れ、ジャンクシンクロン1枚からシューティングスタードラゴンって言ってること意味わかんないですよね。カリバオッケーパーティーいいだろう、相手にとって不足はね。いや本当に強い、このスキルぶち壊れてる。1枚でさシューティングスターってやってることなんか OCG みたいじゃないやばいですよね。あいやもうハーピーとかもう局所的にハリケーンぶん投げてあげればもうほんと何もね言うことないんで、やはりね時代は挨拶といったところ。さあどうするんでしょうか、ハーピーレディ選手。カード置きませんといいだろう。さあ何枚セットしてもいいぞ、挨拶ぶっかましてやるからな。サンクサしろ、サンクサねえか、しドロー。チューニングガム来たまずしっかりと挨拶をしていく。おはようございます、おはようございます、はい、ありがとうございます。そしてジャンクコンバーターのモンスター効果発動、ガムをポイ捨てして、ガムをポイ捨てすることによってジャンクシンクロンを手札に持ってこれる、なんていう最強カード。これで、ジャンクシンクロンを攻撃処理で召喚、そしてジャンクシンクロンのモンスター効果発動、墓地のレベル2以下のモンスターを一体特殊召喚できる。現れのジャンクコンバーター、そしてレベル3のジャンクシンクロンにレベル2のジャンクコンバーターをチューニング、新たな力を呼び起こす、光り差す密室だね、シンクロ召喚。ジャンクウォーリアー、まずは召喚ムービー1回目どうぞ。このジャンクウォーリアーの召喚ムービーが一番かっこいいまである。まあ、このデッキではね下敷きと言われていますけれども、あのホープレイ出す時のホープみたいなもんよ、ホープズライトにする時のホープみたいなもんよ。そしてジャンクウォーリアーのモンスター効果発動、さらにその効果に支援しジャンクコンバーターの効果発動、墓地のチューナーモンスター1体を特殊召喚できる。そしてジャンクシンクロンも特殊召喚、レベル5のジャンクウォーリアーにレベル3のジャンクシンクロンをチューニング。集いし願いが新たに輝く星となる、光り差す密室で新境召喚。必勝せよスターダストドラゴン、アンチノミーと優勢の共闘でお送りいたしますこのスターダストドラゴンの出し方かっこよすぎない、ジャンクウォーリアーとジャンクシンクロンでスターダストドラゴンってかもうマジ優勢じゃん。そして召喚ムービー2発目いきましたよ。そしてぶっ壊れスキルを発動していくぜ、シューティングスターロードの効果、フォーミュラーシンクロンを特殊召喚し、レベル8のスターダストドラゴンにレベル2のフォーミュラーシンクロンをチューニング。クリアマインド、集いし願いの結晶が新たな進化の扉を開く、カルタスミッションレアクセルシンクロン。将来せよシューティングスタードラゴン、アンチノミと優勢の共闘でお送りしておりますなんてかっこいいんだ
なんてかっこいい召喚ムービーなんだ。召喚ムービー3連発きた。しゃあ、そしてシューティングスタードラゴンのモンスター効果発動。デッキトップ5枚めくり、めくられたチューラーモンスターの数まで一度のバトルフェーズ中に攻撃をすることができる。このモンスターは3回の攻撃可能。なに、バカな、3回の攻撃だと。スターダストミラージュ、2連打。スターダストミラージュ、俺たちの夢の決勝は決して途絶えることはない。見てるか、ブルーノ勝ったぞ。ブルーノ、さあお相手の方、ブルーアイズだろうな。いいだろう。相手にとって不足はね、まだまだめちゃくちゃいっぱいいると言われてるな。てめえを倒したら俺は本物と認めてもらってもいい。ちなみにこのバック除去がねえからきついな。バック除去ねえのきついな。正眼って結局何が強いって、まあ、打点では言ういけるんですけど、バック除去めっちゃ辛いんですよね。やっべ、あーでも一応ですね、これは硬滑とかマジやばいんだけど、まあ一旦ですねボルタローを捨てましょう。そしてクイックシンクの特殊召喚、ちなみにボルタローの効果をですね、墓地から何度でも発動できますので、これね、精霊竜の効果、すり抜けられるんですよ。ボルタローは何回でも墓地から発動できるんで、いる限り単位制限ないんで。だからスピリットドラゴンの効果で、ね、貫通します。ボルタローは、そしてレベル2の、ボルタローにレベル5のクイックシンクロンをチューニング。このやつのリストのサック、光さすミッションあれ、シンクロ召喚、ジャンクアーチャー、そしてジャンクアーチャーのモンスター効果発動。ジャンクアーチャーのモンスター効果によって相手フィールドのモンスター1体をゲームから除外させてもらう。何、ちなみに気づいたか、まだ俺は召喚権を使っていない。そう、ジャンクシンクロの攻撃表示で召喚。ジャンクシンクロのモンスター効果発動。ジャンクシンクロのモンスター効果によってジャンクコンバーターを墓地から特殊召喚。レベル2ジャンクコンバーターにレベル3のジャンクシンクロをチューニング。リミッター解放レベル5、レンジ修正、ナビゲーション、オールクリア。新たな力を呼び起こす、光さすミッションあれ、新規の召喚、入れよ、ジャンクウォリオ、そして召喚ムービーをどうぞ。本当にかっこいい、このジャンクウォリアの召喚ムービー。なんかさ、召喚ムービーなんかジャンクウォリアすげえクオリティ高いわ、なんか高いと思うんだよね、このクオリティ。1番そしてジャンクコンバーターの効果発動。シンクロスライとして墓地に送られた場合、墓地のシンクロモンスター1体を、じゃあチューナーモンスター1体を特殊召喚できる。そしてレベル5のジャンクウォリアにレベル3のジャンクシンクロもチューニング。つどいし願いが新たに輝く星となる、光さすミッションあれ、シンクロ召喚、自重せよ、自重せよ、スターダストドラゴン。召喚ムービー2発目どうぞ。なんてかっこいいんだ、なんてかっこいいデッキなんだ。そしてスターダストドラゴンが場にいる場合、あまりにも凶悪なスキル、シューティングスターロードの効果、このぶっ壊れスキルによってデッキ外からフォーミュラーシンクロも特殊召喚できる。そしてレベル8のスターダストドラゴンにレベル2のフォーミュラーシンクロもチューニング。クリアマインド、集いし夢の決勝が新たな進化の扉を開く、光さすミッションあれ、アクセルシンクロ、アクセルシンクロ、将来せよ、シューティングスタードラゴン。かっこよすぎる、あまりにもかっこよすぎる。シューティングスタードラゴンのモンスター効果発動。デッキトップ5枚をめくり、その中のチューナーモンスターの数まで一度のバトルフェイル中に攻撃を、ふざけんなやばい、一回しか攻撃できんやんけ、ふざけんなよ。おい仕事しろデッキ。チューナーもね、入れとかないとね、こうなるんですよ。いっぱい入れといたらね、こんなことないんですけど、これ返されますよ、ワンちゃん。
よしあいつも弱い、あいつも弱い。じゃあ挨拶来た。おはようございます、おはようございます。なに、まあ、チューニングガムが落ちてないのはこれきついな。チューニングガムが落ちてないのきついが、まあいいだろう。そしてジャンコンバーターの効果とクイックシンクの墓地のクリジャンクシンクの手札に加えていく。そしてジャンクシンクロの召喚、ジャンクシンクロのモンスター効果発動。皆さん今からですね、史上最強モンスターをだあの出して差し上げますね。お前誰やねんっていうモンスターなんですけどマジで関係ない、一切ユウセイ君とは何も関係がない最強モンスターを出します。もちろんジャンクシンクロの特殊召喚、そしてレベル5のジャンクウォーリアー、ジャンクシンクロのチューニング、シンクロ召喚、俺が史上最強のシンクロモンスター、ビーフォースゴーマッキューロハマーこのモンスターはシンクロモンスターを騒ぎした場合2回攻撃できるぜ。うおー最強ゴーマッキューロハマ最強。このデッキ何デッキだったっけ。さあお相手の方、おっ と, これが俺とミラーだ、多分これミラーじゃないか、ミラーだ、出たミラーデュエル来た、デュエル3倍。ミラーどうすればいいんだこれミラーどうしたらいいんだ、魔法トラップやときついな、魔法トラップなんてきついが、まあ、とりあえずジャンクシンクロだけ出すか。でジャンクシンクロの効果、ジャンクコンバーターを特殊召喚、これあれかアクセルシンクロの構えしてエンドでいいかな、アクセルシンクロの構えしてエンドパターンあるねこれね。ジャンクウォーリアーいいだろう。そしてジャンクウォーリアーがシンクロ召喚に成功して、ちょっと1回もう召喚ムービー飛ばすわ。もう多分あの勝ち試合いっぱい取れてるんで、もう多分これさすがに大丈夫なんで、ジャンクウォーリアーの効果、さらにジャンクコンバーターの効果発動。ジャンクコンバーターはシンクロスタイルとして墓地を送られた場合、墓地のチューナーモンスター相対を特殊召喚できる。そしてチューナーモンスターを特殊召喚し、さらにレベル5のジャンクウォーリアーにレベル3のジャンクシンクロもチューニング、シンクロ召喚、自動一願いがどうのこうの、新たに飛翔せよ、飛翔せよ、実況せよ、スターダストドラゴン。そしてスキル発動、シューティングスタラドの効果によってレベル2のチューナー、最近のぶっ壊れスキル大体レベル2のシンクロモンスターなんか適当に出しがちっていうのありますよね。出しろ、これあれもう1枚セットしておいてよかったかな、なんかあれかもしれないな、なんかあのシューティングスターで大連絡だったら結構やばいかな。シンクロチェイス、ちなみにシューティングスタードラゴンの攻撃無効効果、あれ一応1ターンに一度使えるんですけど、シューティングスタードラゴンは無限に攻撃してくるんであんまり意味ないっていう話はあります、ね、これどうしたらいいんだろうな。あでも2回しか、これあれか、ジャンクウォーリア、はい、これジャンクウォーリアいいわ、それはいい。これさ、シューティングスターで相打ちになるから基本的にはな、だから縦で出せばまあ耐えるんじゃないかなっていう感じはしますよね。だから、まあ、メインフェーズ中だったら大丈夫なんで、フォーミュラシンクロンっていうのはね、メインフェーズ、自分相手のメインフェーズに、シンクロ召喚ができるんですよ。あのアクセルシンクロができるんですよ。相手ダウンシンクロができるんですよ。スターダストはいいわ、はい、で、はい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 、このシンクロチェイスも強いですよね結構ね、墓地から無限に蘇ってくるっていうね、アドバンテージの塊。そしてシューティングスタロードやろう、シューティングスタロードの方やって、はいはい、相手はさすがに出してくるでしょうね、シューティングスターで。俺もシューティングスター出せば基本的には多分大丈夫だと思うんだよね。はいはい、将来性をシューティングスタードラゴン来た、将来してく。でも相打ちだから、ここ相打ち、まだ装備魔法発動。え、やばくねそれちょっと待って、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 ちょっとめくりすぎでしょ、めくりすぎでしょ。3連打じゃやばいって、3連打はやばい。これあれか、新鮮交流だ、入れといた方がいいな、これ新鮮交流、やばい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 、これ新規の召喚意味ねえわ、これどうしたら勝てんの、どうやったら耐えれる、え絶対無理なんだけど、え何このデーモンの斧とかいう最強カード、天才か